のデザイナーに求められるスキルとマインド、後藤純一さんです。よろしくお願いします。最初にですね、ちょっとあの紙 の, あのタイトルとちょっと変わってるんですけど、紙の方はちょっとキャリアパスを持ってこういうデザイナーのスキルとマインドを語ろうと思ったんですけど、ちょっとより直球で行こうと今回思ったので、キャリアパスについてちょっと抜いてます。またキャリアパスについては僕も全然聞いてもらったら、あの詳しくお話してますので、その時に話ができたらなと思います。で、今日のテーマは今井のデザイナーに求められるスキルというのをお話したいと思います。まずは自己紹介ですね。はい、後藤です。まあ、1977世代ですね。3月に行くのフェイスブックをやってます。会社ポテンシャルユナイテッドという、まあ、大阪の会社で30人の会社でコープデジタルマーケティングの仕事をしています。で、まあ、肩書きの経歴なので、まあ、僕の場合はこの文系の大学を卒業して専門学校に行ってからグラフィックデザイナーで、まあ、基本一応分かりやすいようにグラフィックデザイナーから、まあ、ウェブデザイナーでウェブディレクターで、まあ、クリエイティブディレクター5年で、まあ、執行役というところで会社のリーダーとしてやらせていただいたんですね。まあ、これが、まあ、だんだん肩書きの経歴で、職業については僕デザイナーです。まあ、肩書きでちょっと、まあ、こんなこと書いてますけど、基本職業欄にあったデザイナーって書きます。で、それはやっぱりデザインということをすごい講義に捉えて、後ほどお話しますけども、すごい大きい意味でのデザインをずっとやってるってことを自負してるんで、職業デザイナーと書いてます。ちなみに今日デザイナーの方は、ありがとうございます。エンジニアの方は、嬉しいですね。エンジニアでもこういうデザインのところもちろん嬉しいですね。はいはい。で、本当にデザイナーって言われたら、まあ、大体言われるのが服飾関係ですかと言われるんですけど、いや違います。関係を作ることをしてますっていう、ちょっと講義の意味で言うとよくわからないって言われるんですけど、まあ、でもデザイナーは講義で関係を作ることは後ほど話をしますね。はい、大きい意味でのデザインをしています。はい。でメインの今の仕事ではガラッと変わってて、今はデジタルマーケティング戦略立案ですね。あとはマーケティングオートメーションとかっていう、最近なんかツールってあると思うんですけど、まあ、マルケットカードっていうのを導入コンサルとかしています。あとは基本的にはウェブサイトの制作っていうのを、基本制作立案から全部プロジェクトマネジメントまで完結してやっています。あとはやっぱり宿泊とかでもチームリーダーとしてチームマネジメントも、まあ、資格もマルケットとかパートとか、まあ、これはデジタル周りの話になるんですけど、まあ、こういうような興味を持って資格も取ったりしています。若者さんはセールスフォース好きなんで、プラットフォームデベロッパーとか結構なんか多分 ABX かけてたら分からないんですけど、世の中だと思います。エンジニアの方、はい、で11年サイトを運営してまして、これが初めてワードプレスで作ったサイトです。知ってる人さえ知ってます感じですね。私11年前に作ったんですけど、ワードプレス。一応本とかにも載って、まあ、ただ単純にウェブ、まあ、この時はウェブがワードプレスで出始めでしたし、デザインっていうところをどういうふうに、ビジュアル的なデザインね、これがいいものだっていうところを全部こうピックアップしていって、作ってました。で、やって11年ずっと今も更新続けてて、まあ、2000サイト以上超えてますね。まあ、ピックアップしてるから。意外とワードプレスすごい、こんなペースでもいけるんやな、みたいな感じがしました、ね。まあ、これ運営してます。あとイベントの開催ですね。プラスルームっていう、まあ、京都でやってたんですけど、まあ、地域のデザインっていうところで、いろんなどういった地域活性化になるかっていうのをデザイン的なアプローチでやってたところ、それを、まあ、いろんなインタビューの方呼んで、地域活性化の、まあ、どういったことをデザインしてるんだかっていうのをこう話を聞くみたいなのもやってました。でも最近ちょっとイベント自体はやってないんですけど、まあ、ウェブでは更新をしていってるんですね。あ、20記事です。僕週にラーメン、はい、ラーメン好きなのがあるって全然、これで分かる人はすごい、ラーメン通ですね。これはどこのラーメンかと、まあ、ストライケンっていうところの電力のやつとかですね、はい、ぜひ美味しいの食べてください、はい、以上、はい、が自己紹介となります。でですね、いきなり大きいちょっとお話になるんですけど、デザインとは何ですか。今日デザイナーにとってなんかデザインって何だろうっていうの、結構やっぱりいろんな思いもあったり考え方もあったりすると思うんですけど、結構僕はまあ、いろいろ考えていく中で、デザインはやっぱ競技と講義の意味があるというところがやっぱり、まあ、有名なデザイナーの方も言われてますね。広い意味と狭い意味で、もちろん競技っていうのは物に形を与えるとですね、見えてないものが視覚化される、分かりやすいです、ね、椅子とかで形ができる。ウェブサイトも実際通すところに形にならないと見えないですよね。そういう意味でデザイナーは
物に形を与えることっていうのがすごい知ってます。それはもうそうですね、皆さんが一番多分理解されてる。で、僕一番今日一番伝えたいのが、やっぱり講義のデザインがあって、講義のデザインは関係を設計することだと思ってますね。関係を設計すること、いわゆる物と物、人や物とかそういったものの関係が絶対生まれるんですね。物を見ただけで物と人の関係性が生まれなくて、そこの体験を全部デザインに作る、設計するっていうのがデザインの仕事だと僕はこう捉えて仕事してます。なんでこれをすると、実際ウェブサイトの目的を達成するために、まあ、ウェブサイト企画設計する人もそれともデザインだということになります。単純にビジュアルっていうだけを作るんじゃなくて、このお客さんがどんな課題を持っているかとか、そういうのを設計するってこともデザインで、これもそうなんですよ。新しいテクノロジーを使って業務改善することもデザインだと思います。単純にそのいろんな業務改善とかバックログの課題がいろいろある中で、それに対して新しいテクノロジーをこう上げたらどうですか、そういう関係を作っていくんですね。そうするとすごい業務改善で効率が良くなるってこともデザインです。で、面白い企画を生み出すのもデザインです。で、カスタマージャーニーよく聞くとは思うんですけど、そういうマップを作ってペルソナ設計とか、これウェブディレクターの方って言われる人とかにするかもしれないですけど、これもデザインの一部だと思ってやってます。実際僕も作ってやってるんですけど、はい、あとはユーザーの本質的な課題を見出し解決するっていうのもデザインですね。これも含めデザインと思ってやってます。で、本当に関係を設計して構築するってことがすごい面白いですね。いろんなものとこととか動き出しも交わるって、すごい面白いんですよ。人と人と、ウェブサイトでも人が見た上での最終人がいるので、その人の人が企業だとしても、企業が思いを伝えて人に伝えるということで人と人にはなるんですけど、まあ、そういったものの関係を作っていく、関係を設計する、これが僕がやってデザイナーがやるすべき仕事だと思っていて、それがデザインだというところの方、はい、で僕はずっと考えてやっています。本当になんで僕はずっとこの仕事やっていけないなと思っていて、デザインっていうことは一生デザインなんてずっと言ってます。デザインなんで、これからも講義のデザインってすることで社会に貢献していきたいなと思ってます。なのでそれプラスですね。でこれってやっぱりよくわからないというか、デザインっていうのはデザイナーさんはなんかこう絵を作ってねみたいな感じのところが多い中で、いやいや違いますよ、講義のデザインをするのがデザイナーなんですよ。いわゆる関係性、ユーザー体験もそうですけど、いわゆる大きい意味での、はい、デザイン、関係性を作ることがデザイン実装ということを、まあ、社会に認知させていきたいなと言ってます。僕も、まあ、会社としてリーダーでやってるんですけど、デザイナーの子にはちょっとこうやって言っていて、単純にビジュアル的なデザインもちろんで作ることはすごいと思う。UI もそうですね。UI もユーザーのことを作るのもすごいんですけど、やっぱり広義な意味のデザインをして、デザインの市場価値を上げていきたいと思います。よく海外 の事例とか見ていただくと、UX デザイナーとか聞いたことあると思うんですけど、そういう方ってすごい、まあ、市場価値が高いんです。それはやっぱり社会にインパクトが強いからですね。要は単純にもちろんビジュアル的なものも大切なんですけど、やっぱり大きい意味での課題を解決するということが、いわゆる社会にインパクトがあるという意味で、はい、これ高くなっていくので、その後も僕も含めて講義のデザインをしようと思います、はい。でですね、今日例えば今のデザイナーに向かう3つのスキル。ちなみに今日のセッションは学びというよりかはなんか、ま、気づきがあれば嬉しいなと思ってます。あ、こんな考え方もあるんだと。学びというと本当に30分で得れるか難しいので、本当に皆さんなんか気づきが一個でもあればなと思います。そのうちの3つのスキルがあるんですね、まあ、デザイン思考、まあ、デザインシンキングって言ったり、もう何年か前から出てくる、まあ、聞かれたと思うんですけど、それとあとはプロジェクトマネージメントですね。あとはサクテクノロジーの知見、この3つ、この3つをちょっと説明していきたいと思います。デザイン思考ですね。デザイン思考でも知ってる方、デザインシンキングですね。とか。デザイン結構まあ出て3年、もうだいぶ元々ある考え方なんですけど、2、3年最近は出てて、あとデザイナーのなんかいわゆる価値が出せるところなのかなと思って。まあ、デザイン思考とは、まあ、講義のデザインで創造的な問題解決とか、はいですね、まあ、創造的な問題解決は課題解決なんですね。課題解決する手法だと思ってもらったらいいと思います。でデザイン思考のステップがありまして、 1,2,3,4,5 ってあるんですけど、まあ、境界問題でいい、創造問題です、まあ、これはスタンドオフデザインガイドっていう、まあ、デザイン思考の提唱している
あのデザイン会社なので、そこの、はい、あの引用してます。共感問題提起相談のことなんですけど、ちょっとこれだけで分かりにくいので、今日はちょっと、ね、恋愛活動のことにデザイン思考のプロセスを理解していきましょうということで説明させていただきたいと思います。まずですね、このワードちゃんっていう子がいるんですね。ちょっと可愛いです。で、プレス君っていうちょっとかっこいい子なんですけど、ワードちゃんのこと、プレス君、めちゃめちゃ可愛いです。ぜひお付き合いしたいってすごい、ね、願うんですね。そうすると、どうデザイン思考だとどうなっていくか。まずは、ワードちゃんのことを知らないといけないよね。もっと知らないといけないと思うんですよ。これがデザイン思考ですね。一つ目は共感ってことで、まあ、意味のあるリノベーションを起こすには、ユーザーを理解して彼らの生活に関心を持つ必要がある。ユーザーを知らないと何も解決できないよ。で、そうすると行動がどうなるかと。プレスが、ね、観察するんですね。まあ、遠目からこういうの見てみるとかね。友達から話を聞いていく。また会話するっていうことで、いわゆるワードちゃんのことをもっと知りたい、知りたい、知っていくわけです。それがステップ1。そうするといろんなことが分かってくる、そのワードちゃん。スマートフォンは iPhone。出身は佐賀県。週末は必ず遊びかけています。失恋したトラブルがあるんですね。他のことあるは大事です。あとは、まあ、プレス君はただの友達しか思ってないこういう衝撃な事実もわかります、はい、好きなのはラブちゃん、まあ、こういうこと分かっていく上でこれをプレス君も理解するわけですね。そうするとここですね、問題定義を行うんですね。で、正しい問題設定こそが正しい解決を生み出す唯一の方法で、ここでプレス君がですね、問題ですね、何が問題なのか自分でどうするわけですね。すると、やっぱり、ね、一番回避するのはやっぱ僕のこと、ただの友達と言ってるところだな。ここをやっぱり解消しない限りはできない、付き合えないというところを問題提起します。そうすると、次、想像ですね。正しいアイデア見つけるだけでなく、可能性を最大限に広げるために置く。まあ、想像、これは皆さん言ってるアイデアラッシュとか、そういうことね。なので、はい、プレス君はアイデアラッシュを一人でします。まあ、考えるわけですね。こんなことはどうか、こんなことはどうか。こういうことですね。会う回数を増やして、もっと僕のことを知ってもらったり。ね、ちょっと手をつないでみるかって、ちょっと友達を超えてみるか、宮崎あお似てるとかちょっと上げてみたりとか、まあ、絡まれてやみたいにして男をアピールしてもうベタなことも考えるわけですね、いろいろ。これがまあアイデアラッシュ、想像のところですね。で、これでこういうことをやってったらどうかってアイデアラッシュをして、実際プロトタイプっていう、もういわゆる実際に行動に移すわけですね。これがないと意味がないので、作った考えた上でプロトタイプ、考えるために作るために試すプロタイムと言います。それを言ったのが、まあ、ワードちゃんが僕のことを絶対好きになるワンバグツアーを計画するんですね。これがプロトタイプです、はい、これを作ったらどうなっていくわけですね。テストです、もちろん。ここがまあ自分の会議で言えばユーザーが学ぶ機会っていうことで、テスト、まあ、テストでも実際実行を行います。そうすると、まあ、ワードちゃんのプロトタイプ、まあ、楽しい時間を過ごすんですね。この、まあ、僕これ全部自分の写真なんですけど、このタオル返すので、めちゃくちゃ言ってるんですけど、はい、まあ、こういうデートをするわけです。で、最後の帰り道では、ワールちゃんお付き合いしてくださいっていうことですね。そうすると、いや、やっぱり同じです。こうなるわけですね。ただ、ここで終わらないのがプレスなんですね。でも、今日は楽しかったねと。また遊びに行こうかと。これが本当にまあデザインにもすごい大事で、一回失敗したからで言って、まあこのプレス君もですね、共感、もう一度共感っていうステップに戻ってですね、問題定義からステップに戻って再度実行していく。これって、そこが一番大事ですね。一回で終わらない。大体その、やっぱりこういうアイデアを出すのに決め打ちですぐ行くケースってやっぱ少ないので、やっぱこの繰り返してやるで、まあ、新たに付き合うことを何回も、もうゴールまで何回も取らないです。で、最初に付き合えたのはこのデザインプロです。デザイン仕事ということになります。これが一連のフローですね。ゴールに向けていろんなサイドプロットとかを、作って回していく。で、ちょっともう一つの角度から、これ B-TRAX っていう、まあ、デザイン会社の方の、まあ、CEO の方の話なんですけど、デザイン思考とは、まあ、全て Y から始め最終的にイノベーションを作り出すプロセスだ。これすごいいい言葉だな、まあ、全て Y、なぜだなぜだっていうところから始めていって、最終的にはこのイノベーションを起こすぐらいのインパクトがあるんですね、このデザインプロセス。はい、すごいなんか分かりやすい言葉だな。だからこそ企業が今デザインということを経営と結びつけていろんなことを考えられているということですね。最終的にやっぱイノベーション、いろんな、もちろんマーケティングの視点からですね、顧客の
情報を言いながらマーケティング思考でいくこともできるんですけど、やっぱりちょっと曖昧的な怖いっていうところを始めて、もうちょっと大きい意味で捉えながら問題解決に当たることでイノベーションっていう大きいことを起こせると。なのでデザイン思考の方がちょっと大きいイノベーションを起こすということで今デザインの経営に、で先ほど言ったのをおさらいで 1,2,3,4 とこういうフローを行くんですけど、実際ここを総合とプロタイプテストってここだけは仕事になってません。これは僕も気をつけることなんですけど、基本今回ウェブの方が多いとは思うので、基本作ってテストして、お客さんやって運用でだんだん改善していくってことが多分されてると思うんですけど、本質的なのはやっぱりここなんですね。最初のこの1と2ができているか、それが一番大事で、実際その想像から入ってしまうと、その想像から入るとやっぱり本当にこの課題がユーザーのために解決することがユーザーのためになってるかとか、本当にお客さんのためになってるかっていうことがわからないんですよね。なのでここの共感と問題定義っていうところを再度含めてやるっていうデザイン思考っていうのを、皆さん考えるのがあったらなと思います。で次のが、デザイン思考と言われる、ところでいくと、次は、プロジェクトマネージメントですね。もちろん、このプロジェクトマネージメントっていうのは、プロジェクトの目的達成するのにタスクやスケジュール、成果物のクオリティを管理する、そういうことですよね。要はプロジェクトマネージメント、プロジェクトを管理する、言ったら分かりますね。タスク、皆さん多分デザイナーっていう立ち位置から、ウェブデザイナー立ち位置から、ディレクターみたいな人が多分いるかもという形が多いと思うんですけど、その方がやってるようなプロジェクトの目的を達成するために正確な効率化をする。これがですね、なぜデザイナーに必要かと、今後絶対僕は必要となると思っていますですね。仮にはウェブサイトでのデザイナーの役割っていうのを今バーって書いてるんですけど、これ講義の意味で書いてます。いわゆるデザイナーって言われたらいきなりなんかワイヤー渡してあと絵つけてねみたいなことを言われるなんかこともあるんですけど、ではなくて講義の意味の捉えた上のデザイン、デザイナーのタスクですね。だいたいユーザー調査してカスタマージャーニー作ってホテルソラ設計して、でそのウェブサイトのコンセプトを作ってみたいな企画っていう、これがほぼほぼデザインする講義の意味でのデザイン、これがデザイナーがするっていうことになると、やっぱりこのデザイナーっていうデザイナーっていうのが中心になるべきなんですね。例えばこのプロジェクトチームを組んだ時にちょっとシステムディレクターとかエンジニアとかフロントエンドとかウェブデザイナー入るとウェブって書いてますけど、ビジュアル的な UI を作るからっていうので分けると、やっぱデザイナーというより、いわゆるここの一番核になる人がですね、やっぱりプロジェクトを仕切るべきなんですね。それを成功に持っていくべきなんですね。それはやっぱり一番ユーザーのことも理解するし、自分で問題定義をするから、なのでそこで中心になって、いわゆるビジュアル的なデザインを作る方、あるいはウェブデザイナーとしてますけど UI とか含めて作る方っていうのを束ねていくという方がですね、やっぱり一貫したデザインが提供できるなと思います。やっぱり真ん中のコンセプト設計とかした人が最後までプロジェクトのマネジメントをして、クライアント、制作メンバーをまとめていくと、やっぱり一貫したデザイナー、デザインですね、納品物が提供できるので、やっぱり後期するデザイナーっていうのがですね、プロジェクトの中心に立って、まとめるっていうのがいい方がやっぱりいいデザインができると。でちょっとこれちょっとプロジェクトマネージメントってポイントをちょっと言ってくださいな、やる上でのポイント僕は一番僕が心がけていくことです。一つはプロジェクトチームのカタリストになる。カタリストって職場合ですね、いわゆるそのプロジェクトチームでこうバーって引っ張っていくタイプもいますし、でもそうではなくてやっぱりその調整をしていく感じですね。真ん中にいるんですけど、こう全員をこううまくつなげる、ウェブデザイナーでエンジニアシステムディレクターとこううまく回していく、そこはどちらかバーンって引っ張れるかはこうカタリストになって、こういろんな人と関係性をつないでいくことで最上のチームになると思っているので、カタリストになる。あと2番の即レスっていうのは自分に弾を持たないですね。やっぱりそのプロジェクトチームプロジェクトマネジメントやる人が弾を持ちすぎると周りが動かないんですね。なんで自分はあくまで語り職場なので、どんどんタスクを回していくという意味で即レスは絶対した方がいい。
あとはちょっとより実務的なんですけども、タスクはすべて期限を切ると。これがですね、タスクっていうのはいわゆるこれをトップデザインなんですねとか例えばなった時に期限を切らないと人はやっぱ遅れちゃうんですね。なので基本的には期限を絶対に切るということをして、そういうことでプロジェクトがうまく回るようになります。あとスケジュールの箱は最後にまとめてっていうのは、スケジュールを引く時にこう一個一個のタスクにバッファーを持つと大体最後になるんです。トップじゃあ10、12、5人以上青を取っとこうかってなると絶対にそこに乗ります。なので最短のタスクを期限を切ってバッファーを最後に、はい、バッファーは例えば20日じゃなくて12日、それをどんどん振っていくようにしないと絶対にあの後ろ倒しになるので、それをバッファーを最後にまとめてと思いました。あとはですね、この最後も大事なのは価値を伝えお金に変えるってことですね。ここはですね、やっぱり今お客さんとの話をしていく中でやっぱりこのあこれやってとかって言われるときにああお金もみたいなところのその葛藤があるんですけど、そこはやっぱり価値を伝えていって、お金に変えていく、そこはプロジェクトマネージメントしてくるんですね。はい、この5つをやってた方がいいなと思います。なのでプロジェクトもですね、プロジェクトをデザインするという気持ちでやっていただいて、ユーザーだけなくクライアント本当に納品物だけじゃなくて、やっぱりデザインする過程はその納品物だけじゃなくてそのお客さんとのやっぱり関係のも作っていくような形になるので、あこの人やってよかったねって言われるのも一つですし、そのチームメンバーからも何々さんってやってもらったらよかったねっていうのがすごい最高のタイミングかなと思っています。なのでプロジェクトのデザインしていきましょうで、ですね、3つ目がですね、まあ、テクノロジーの知見ということで、まあ、いろんなテクノロジーありますよね、まあ、本当にこんなもうそこんなちっちゃいの中の、まあ、すごい内容なんですけど、でそうこのいろんな新しい技術とかすごいいろんな技術が今出てますという中で、やっぱり最近本当に AI とか IoT とか含めていろんなテクノロジーが出てると、ここにやっぱデザイナーとしてもあの知見がないとついていけないと思って、それはなぜかというと、やっぱりあの最新のテクノロジーを持つことで課題解決する手法の幅が増えますね。単純にこのツールを使ったらどうなるとか、それ幅が増えるので、実際問題解決がウェブサイトだけじゃない場合もありますし、いろんな手法も幅を持つことではあります。本当に最新のテクノロジーに知見がないとなかなか提案とか難しくなってます。ちょっとまあちょっと急に仕事っぽくなるんですけど、例えばですね、まあ、B2B の顧客のステージっていうところでこういう、まあ、左から右にお客さんをどう育てていくかみたいな課題があるんですよ。潜在顧客ってまだまだ知らない人から訪問者、見込み客と商談化して顧客として最後参加するみたいな、これが B2B 顧客のいわゆる一番のフローなんですけど、ベタなところで、実際デザイン思考を走らせると、じゃあどこに課題があるんだろう、お客さんは単純にお客さん欲しいんだよねというわけですよ。でも御社の場合どこに課題があるかというところを、まあ、まずはデザイン思考の話で見出した後、じゃあそれをどう解決するのかっていうところで、まあ、これも本当に一例なんですけど、まあ、いろんなツールが出てる中で、まあ、広告最適化とか、まあ、フィードナーチャリングするならマルケットとか営業支援するならセールスオフで、こういう技術を知っていることで、ここのいわゆるフローのところに、こういう技術を使って問題解決はどうですかみたいな、この一例です。これがいいとはなんですけど、はい、ワードプレスももちろん今回やってるので、まあ、アイサイト作るのはシナリオでやらないと思うんですけど、そういったものとかを知ってるっていうことが大事ですね。それが解決手法として提案ができるというところになっていると思います。で、まあ、あとは個人ちょっと、そうですね、でテクノロジーは最近すごいあのいろんな発展をしてるんですけど、これとこれをつなぎ合わせるとか今ポイントです。1個でやろうとするとやっぱどうしてもしんどくなるので、やっぱりマーケットセールスとかいろんなツールを組み合わせるっていう、それはじゃあどう描けるかっていうのがデザイナーとしての知見かなと思います。でこれ完全に僕のおすすめのツールなんですけど、まあ、テクノロジーなんですけど、まあ、マーケット知ってる方、マーケットセールスフォースは結構知ってる、セールスフォース AWS も多分皆さん知ってますよね。その中で、まあ、マーケットっていうのは、まあ、マーケティングのツールで、まあ、エンゲージメントを作るっていう、いわゆるこのほんまにデザインの思考が入っているツールで、まあ、いわゆるマーケティングオートメーションって言ってしまえば多分一番理解が早いかもしれない、そのツールであって、あとセールスフォースはいわゆる顧客管理ですね、の CRM とかしながらも、でも大きいプラットフォームでいろんなアプリが走っているので、これも大きいプラットフォーム
AWS でも単純なサーバーじゃないですね、今ね。いろんな IoT も絡めたり、温泉認識とかいろんなプラットフォームある。ここもプラットフォーム化してるので、この辺の技術ですね。あとはもちろんワードプレスですね。このワードプレスに関しても、実際今プラグインとかも出てますし、やっぱり何ができるかっていうことまでは理解していくのが大事だと思いますね。実際でも、僕は自分で組んだりしましたけども、実際組んでみる方が理解は早いと思うんですけど、そこまで PHP とかだから組むのはしんどいので、何ができるか、どんなプラグインを組み合わせるとこういうことが提供できますよっていうことを知っていると、すごいお客さんに提案しやすい、解決の幅が広がるということですね。はい、になります。でですね、で今のデザイナーについて、スキルがあります。3つ、はい、で元は5つのマインド、次はマインドの部分ですね。はい、これがもう完全にもう僕のところもあるんですけど、この5つですね。デザインをコーヒーとかいう常に客ユーザー視点で考えます。でロジックと感覚のバランス、で数字の打ち上げなどの結果も受け止めていきましょう。仕事以外でもデザインしましょうっていうのが、はい、です。ちょっと一つ一ついくと、デザインをコーヒーに捉えようというのは、先ほどと一緒ですね、関係を設計するというところの目線で皆さん本当にマインドとして、持ってもらいたいなと。単純にこの手をトップデザイン作ってって言われても、でこれって 何を課題を解決するんですかとか、お客さんはどういうターゲットなんですかとか、確実にそれを聞いた上でデザイン、ビジュアル的にも反映させていくというので、講義のデザインに捉えないと本当に薄いものになってしまうので、本当にだからそこの思考、何がユーザーがどういう人なのかっていうところから、どういうところが本当に問題なのかというところを意識しながら、その前にですね。で、あとは常に顧客ユーザー視点で考える。それで人間中心の設計ですね。いわゆる人がいて、人の中心に、考えていく。人がどうやったら動くのか。カスタマージャーニーマップという、多分聞いたことあると思うんです。そういうので、可視化しながら、顧客ユーザー視点というところを、で考えていく。これ常にそうですね。自分の主観というところももちろんあったとしても、絶対先に顧客だったらどう見るだろうとか、ユーザーだったらどう見るだろうってことを考えながら、デザインに上がっていく、ね。で、次がですね、これが課題かもしれないですけど、ロジックと感覚のバランスを取ると、やっぱりデザインで言ってしまえばロジカルであるし、感覚的である、これ両方持ってると思うんですね。で、すごい、なんとなくいいって多分皆さんあると思うんですけど、そういうのも一つの、デザインの強さだと思っていて、そういうのも出せるっていうのもありますけども、今日でもロジカルなものだとは思うんですね。こういうターゲットがいて、こういう人がこういう課題を解決したいから、こういうデザインを提供する、そのバランスですね。ロジックによりすぎてもなんかつまんないなって、そりゃそうだねみたいなのもありますし、感覚的なところばかりいくと なんでそうなるんだみたいな、お客さんが全然納得しないみたいなところもありますし、このバランスを取っていくと、あとがすごい大事なんです。あとは数字ですね、ログとか売上での結果も受け止めるっていうところですね。やっぱりデザイナーの方で、いわゆる例えばウェブの方で行くと、ログ解析とか、のところを見てる人ってなかなか少なくてですね、実際ログウェブサイト作ってどうだったのかとかっていうのも含めて、やっぱり自分のデザインの結果として受け止めるところですね。はい、でやっぱり売上はね、もう結構悩んだことなんですけど、基本的な売上っていうのはなんかデザイナーはあまり気にしないとかっていうのもあるんですけど、やっぱりでもデザイナーとしても一人のビジネスマンなんですよね。なので一人がどんだけ売り上げたかとか、この作業にどんな価値があっていくらもらってるかっていうのは、やっぱりちょっと受け止めなあかんのかなと思って、全てかのかねってではないんですけど、やっぱりもちろんお金に変わるようなことをしているので、それを自分で考えて実際売上に関しても、になる、気にするとかいうところはデザイナーとしても視点とは必要かなと思います。で最後はやっぱりこれ僕ずっと言ってるんですけど、仕事以外でもデザインをしていきましょう。仕事でもちろんデザインという話は、もちろんやられてると思うんですけど、それ以外でやるってことがすごい大事だと思います。でちょっと僕が仕事以外でしてきたことをちょっと紹介します。まずは自分のサイトですね。自分のサイト、こんだけ作って、今ちょっと作って運営してました。それですごい分かることいっぱいあります。実際人来るのってこんなにしか来ないよねとかです。
スギアが良かったですね。ズロックとかはもう最高でも25万 PV まで結構行ったんですけど、はい、そういうのがそのどんどん自分のなんか経営が分かってきたりしますね。ラフィリエとか一回やったんですけど、ラフィリエ全然ダメですもん。そういうのはもう上町の中で一回やらなかったんですけど、まあ、そういうのは分かってきます、自分作る方法で。であとはまあグループ展とか写真展とかなんか作ったりするので、自分でも自分の自己のビジュアルとかを多分作るのが好きなので、やってる方も多いと思うんですけど、そういったものに参加してます。まあ、ショーコンテストの参加、これは京都北署ですけど全然ダメでしたね。でイベントの参加、これで ABC ハッカソンに、はい、一緒にみんなと行って、ちょっと、ハッカソンのイベントに行きました。ちょっと予選敗退ということになりましたけど、はい。で次ですね、ここの僕が一番僕が学びというか気づきが多かったなっていうのが、イベントを開催するとですね、いわゆるイベントに行くっていうのは多分今こういう形でワールドキャンプに来られてるってことはすごい感度が高い方だと思うので、次はそのイベントの開催する側に回るということですね。それすることで見えることすごいたくさんあってですね、僕もちょっとプラスルームっていうイベントを作ってるときに、やっぱり集客とか難しいなとか、いろいろやっぱ集客していきなりだけど、なんか2割ぐらい雨やったらかなり減るんですよ、来る人がとか、そういうのが分かったり、苦しみが分かるわけですね。集客大変やなと、広告どうかなと、本当にイベントの開催側に回るってことがすごい大事だと思います。なので今後、まあ、今日はワードキャンプに来られたので、次は実行委員の、ワードキャンプのすごい組織も今回ちょっと僕も初めて参加させていただいたんですけど、すごいこう皆さんすごい好きの高い方も多くて、話もすごい面白いので、実際そういうワードキャンプでも実行側に行くとかっていうのはすごい学ぶスキルとかはすごい上がるかなと思います。本当にデザインスキルとかプロジェクトマネージャーに仕事以外でもやることですごいついたなと、以上ですね。なので最後まとめたいと思います。今のまあデザイナーに求められるスキルってのはこの3つですよ。デザイン思考とプロジェクトマネジメントとテクノロジーの知見ですね。で今のデザイナーに求めるマインドっていうのは、講義に捉えよう、で常に顧客視点、ユーザー視点で考える、でロジックと感覚のバランスをとると、また数字の結果も受け取る、3つ目が仕事以外でもデザインしていきましょうと、これが最後のところになります。であと僕まあ今日ワードプレスを始めたんですけど、Facebook やってるので、ぜひつながりがあればしたら全然登録していただいて、あと、まあ、この終わった後でも懇親会も出ますので、もし何かいろんなデザインの話とかできれば嬉しいので、ぜひご利用いただければと思います。でですね、最後にですね、この僕が一番伝えたいと思うと、デザイナー以外って言ったらですね、まあ、エンジニアの方とかの皆さんにはデザイン思考っていうのもやっぱデザイナーだけのスキルじゃないということで、やっぱりこういう解決手法があるっていうことを理解してもらったら一番嬉しいなと、今日そういう気づきがあったら嬉しいなと、本当に本質的な課題解決をする際にデザイン思考っていうのを使えるので、本当に僕ね、エンジニアの方とかが5時からの仕事になったとデザイン思考を持つかなり最強やなと思うぐらい思ってるので、デザイナーの方以外でもぜひデザイン思考、デザインシンキングとかで検索するといろいろ出てくるので、興味を持っていただければなと思います。あともデザイナーの皆さんですね、僕ら一緒に講義のデザインとしてですね、一緒にデザイナーっていう価値、市場価値ですね、高めていきたいと思っています。なので、本当にデザイナーって言ったら、講義のデザインをするんだよみたいなところを位置づけするので、いきたいと思っています。実際、まあ、僕って言ったらデザイナーですけど、まあ、無名なデザイナーと思ってるんですけど、そういう人たちがこう声を上げることがかなり大きいと思っていて、で佐藤かしわと大きいデザイナーの方もいるんですけど、そういう方よりこの下のみんな、デザイナーすごい人口多いんですね、あんまり、うん、その皆さんがデザインということを講義に、捉えてもらって、一緒に市場価値上げていきたいなと思います。はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答のお時間も少しありますので、質問したい方は挙手お願いいたします。さっき言ってたプラスルームって、はい、イベントなんですけど、はい、どんなプラスルームのイベントですか。京都でやってたんですけど、いわゆるその地域活性化って最近、まあ、キーワードがあって、地域活性化を
する際にデザインのそのアプローチ、デザインするっていうアプローチがすごいやっぱ使われていて、どういったことのデザイン、だそれはどういった意味でその地域に貢献しているのかとか、そういうのをデザイナーが学ぶ、デザイナー向けのイベント。セミナーみたいな感じ。セミナー、そうですね、ワークショップみたいな、セミナーですね。で有名な方とか、その建築家の方とか、いろんな方が来て、イベントで話してもらった感じです。地域、その地域を活性化している人たち、そのアプローチを話を聞いて、定期的にされてたんですか。されてます。それで2年ぐらい前ですけど、ちょっと最近はしてないんですけど、はい、やってました。他にご質問あったかな。ちょっと仕事っぽい話なんですけど、はい、あのマルケドとバードと、はい、あのが2つあって、はい、おすすめしておられるのが、はい、あのマルケドってことやったんですけども、はい、なんかそのバードと比べてどこがいいのかなって。ここはな。ありがとうございます。ですね、マルケドとパードの違いってことですよね。それはですね、実際あのやれることって、まあ、近いんですよ。やっぱりマーケティングオートメーションなので、マーケティングをオートメーション化するっていうところでいくと一緒なんですけど、どっちかなちょっと僕の主観がめっちゃありますけど、マルケドはあのマーケティング特化してるんですよ。で上場もしないの理由もあって、いわゆるマルケットは自分たちのやりたいことをやりたいやりたいことをしたいというあの趣旨のことを、そのマーケティングに特化してやってるので、そこで言うと本当にマーケターが使うに関しては一番あのマルケットがいろんなことができるんです。なのでマーケティングをより深くやっていくんだったらマルケットの方がいいですし、でもパードットの方が、まあまあ、どっちかというと簡単な方がもうちょっと簡略化されて、はい、なのでまあ、初心者でやったら、まあ、設定がしやすいっていうところにはあるんですけど、なので僕としては最終的に マーケティングでやればやるほどこうしたらああしたら出てくるので、そうなったらマルケットの方が入った方がいいかなというところで、ただちょっとハードル上がるんですけど、はい、ありがとうございます。他、はい、まあ、ご質問ある方いらっしゃいませんか。あ、はい、デザイナーまでも続けられるというか続けられますけど、あの私年齢上がるのが良かったのでディレクターに転職したりとか、はい、そういうことが増えてきたんですけど、はい、で私も、まあ、最初はディレクターかなと思ってたんですけど、はい、詳しく知ればするけど難しい、人を動かしたりとか管理したりして、はい、まあ大きな雰囲気があると思うんですけど、結局デザイナーとも上の段階にはディレクターしかないのかなって今他に何かないのかなと思うけど、僕は講義のデザインでそういう風にした方がいいと思ってるんですけど、確かにそのいわゆる競技でも尖る人もいるんですね。いわゆるデザインとかそのビジュアルに特化する人ですね、 UI とかそういう社内でも見ます。正直同じデザインでより特化して、その代わりすごいもう求められるのはすごい速さであるとかスピードってクオリティとか求められるんですけど、そこに特化するっていうのもあるとは思う。でも価値、その市場価値を上げていくとなると、やっぱそういう広い意味で取っていかないと今後やっぱりしんどくはなるっていうのはありますね。なんかそれは伝えたりしてるんですけど、これは努力してありがとうございます。はい、稼げるデザイナーって動かせるんですよね。そうですね。デザイナーの価値を上げるっていうか、なんか結局その給料上がったりとか、その単価を上げたりとかっていう具体的にはそうなってくるじゃないですか。私も重たくしてます。単価上げるのは運転を難しいです。はい、もう大丈夫。あ、じゃあ最後、はい、あの求められる5つのマインドの中で、3番のロジックと感覚のバランスを取るっていうのをちょっと具体的にイメージできなくて、もう少し掘り下げて評価をしていただけます。ロジックと感覚のバランスですね。はい、例えばロジカルに考えるデザインになると、例えばログとか見てこういう動線があるから、このパーセントの直径率が例えば低い 40% っていう簡単に上げるためにはここにボタンがいりますよね。やって、それをボタンをつけた時にあと結果として上がりましたとか、その時はあのいわゆるここにボタンがあるかないかっていうのをロジカルに説明していくみたいなにはなるんですけど、感覚っていうのはどっちかというとやっぱなんとなくいいなってないですか。めっちゃ感覚的ですけど、これそこを作り出せるのもデザイナーの強みかなと思ってて、そこのでもただそのなんかいいでしょって言っても、この例えばこのデザインなんでいいでしょって言っても
大体仕事やってるとそういうな、じゃあなんでとかってなってくるんですけど、そこはまあ通らなかったです。なのでそこの感覚的な良さっていうことと、そのロジカルの数字を見て積み上げたロジックっていうのを、あ、どっちも言えないんですね。本当にロジックだけやったら面白くないですし、じゃあ実際結果も多分そんな想定なんでなりますし、感覚的なその爆発的な言われた、そっか、じゃあどっちかというとビジュアル的なに尖ったのが感覚的にはもしかしたら分かりやすいかもしれない。で、航空表現とかでものすごいビジュアルで、うわーすげえみたいなのを作り上げる、ビジュアルを作るっていうのもデザインなんですけど、そういう世界観を作るっていうのは結構やっぱロジカルに説明しても、その中やっぱりあるんです。感覚的にこのすごい、ね、初めてこんな表現なかったねとか、そこはその感覚的な、広告的な、はい、でビジュアルを尖ったっていうのも感覚的な。ありがとうございます。はい、それではお時間となりましたので、このセッションはこれで終了と。